ごくごく。じゃあ私あれなんだよな、豊富といえばたくさんありすぎるんだよ、近いものから。なんなら。どうせ資格とかだろ。まあ資格もそうだけど。はい、では準備できましたので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょうね。はい、サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャント、今日もじゃないか、一応サッチーのランランのリクカイクーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。年始めからグダグダ、はい、これこの番組の良さですからね。ああ、グダグダなのはね、はい、私のなんだかんだとって結構グダグダが多いんだけどいやでもまとまってると思いますよ。そうですか。本当にグダグダすると黙っちゃう人もいるので。あ、なるほど、はい、確かに、まあ、私黙ることはなかなかないからね、うん間が空く場合とかあるので。ありますね、確かに。その場合は音楽差し込んだりとか。その前に、皆様明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、年度初めの一曲に行きたいと思います。はい、お願いします。今週の一曲は JO1 でニュースマイルです。どうぞ。多分沖縄大好きさんが慌ててやってるはずよ。抱負はね、山ほどあるんだ私は。なんか目標立ててるかな、リークーさん。うん、後で言ってね。うん、こんばん、サッチーサッチーなってる沖縄大好きさんが。私帰ってから過去問やらなきゃ。過去問、過去問、回復の過去問。なんかゲームか。アプリ。これゲームか。ゲームじゃない。私ゲーム好きじゃないもん。過去問だろ。うん？過去問のゲームだ。アプリがあるのよ。うん。
過去問のアプリがあるのよ。え？ピカチュウとか出てくるの？何を？ピカチュウとか出てくるんだろ。回答とか出てくるよ。ピカチュウにか。パッ、あ？もうそこまで回答出てくるの？なんて聞こえないのね。ん？なんて？なんて？ピカチュウとか出てくるんだろ。ピカチュウとか出てきません。ピカチュウのゲームだろ。そんなゲームじゃない。過去問だろさ。ん？過去問だろ。過去問、ポケモンじゃないよ。遅いよね、反応が。やってごらん。ポケモンやって。ポケモンやって。はい、あと20秒でーす。はーい。マイクあげます。お聞きいただいたのは JO1 でニュースマイルでした。では、年始初めのテーマに早速いきたいと思います。お願いします。テーマは今年の抱負です。抱負って言ったらさっきのあの年末のやつで豆腐のことがめっちゃ盛り上がってたよね。いろんな豆腐料理ができたね。ね、いろんな豆腐だ、確かに豆腐料理出てきたね、うん。沖縄大好きさん、キャスが来ております。こんばんサッチーサッチー、ちょっと待って、こんばんサッチーサッチーってどういうこった？今週のテーマ今年のソースじゃなく、今週のテーマ今年の抱負、そうです、抱負です。ちなみに、先に聞きましょうかね。りくさん。はい。2024年。はい。今年の抱負をどうぞ。疑われてる病気を完璧に治して、車の運転を再開させます。ほう。まあ、車の運転止められてるので。あ、でも、半年止められてるから、倒れたのが12月でしょ？うん。なので、5月、6。誕生日だ。5月までは運転できないですよ。うん。だからそれをやりたいからいろいろ病院行って調べてるんだよ。そうだよ。薬ももらえないし。ああ、確かに今もらってないもんね。先生たちもわからないって言うし。だからよ。だからよ。いい限りあの発覚してほしいよね、何か。ね。ね。あちこち、たらい回しに取れてね。だからよ、本当に大変。ちなみにキャンさん。は、24年の抱負を何かありますか？はい、去年2023年にやり残したライブ放送 DJ を2024年はちゃんと形にしたいなと思ってますね。おお、すごいですね。ビーチで歩きながら DJ 生放送。それできたらさすがにすごいと思うけどな。一応できる形はもう作ってあります。あ、作ってあるんだね。はい、あとやるだけです。へえ、うん。あのやるタイミングというやつですか？あとはそうですね、本当は今月中に一度あのやりたかったんですけど、はいはいはい、一度吐き出したかったんですけど、はい、まあ仕事に追われているプラス、はい、時間ができたと思ったら天気悪いんですよ。あ、でできなくて。でも12月、1月ぐらいって結構天候があれじゃないですか、悪い日が多いんじゃないです？そうですね、だから、まあ、でもとりあえずチャンスが巡ってくればと思って、うん、今ちょっと小雨、沖縄地方はあんまり雨降ってないので小雨傾向ですね。ですね、うん、ちょっとダムの貯水率も気になるところではあるんですけど。確かに個人的には僕の活動のために1月は降らないでくれそこ、はい。私は、うん、
番組後半に言おう。またなってね。またな。またなってね。メールの方が来てますので、先に紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、いい正月デビル。いい正月デビル。新年、たけまして、おめでとうございます。あ、間違えた。明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年も、お願いしやっす。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、2024年の沖縄大好きです。メッセージテーマ、今年の豆腐じゃなかったって、またな。僕は島豆腐と油脂豆腐と麻婆豆腐も好きです。そこではなく、テーマ、今年の抱負。2024年の抱負はもう決まっています。おお、早いですね。ラジオ番組をもって盛り上げまくること、すでにいろんな人と交流したり、彼女ができること、ああ、そのためにいい男になるぜ、以上、多くは語らない沖縄大好きでした、と来ております。さすがですね。よ、よーですね。よ、よー。よ、よ、豆腐よ。なんでよ。なんでよ。食べたことないよ。なんで、なんで DJ 風しかもなんでラップ知らない。なんか知らんけど、私の LINE に友達からお疲れ様ですと来ておりました。なんお疲れ様なのかがわからんけど。イエーイって、イエーイよーって沖縄大好きさんが。ちなみに、私いくつか2024年、抱負がありまして、うん。はい。まず、1月に迫ってる4回目の正直になるかっていう、介護福祉士の試験をまず、どうにかせんといかんなと。はい。受かると思う？3回ぐらいお金捨ててるからな。捨ててる言うな。捨ててる言うな。勉強してるの見たことないのに。だってリークさんが寝てる時に私過去問のアプリしてますからね。やってるもん、うん、だってね、俺が夜中にねスマホで変なの見てるのと一緒だな。あこっそりですね。こっそり見てるんでしょ。うん、うん、そんな感じで私もリークさんが寝てる間に、うん、もうこれ会社でちょっとね、過去問解いてっていう、なんか目標みたいなのがあって、それで私過去問をちょいちょい解いてるんですよ。で、前回ので、まあ、前回ので把握してるだけで80点は取れたわけ。前回のだからまあそこまで行くんだろうけれども。でも一応、まあ今回はちょこっと勉強してるから、いけるかなーみたいなね。うん。うん、感じで。まあだから1月は本当に怒涛の勉強嵐じゃないかと。うん。これは国家試験になるの？そう、介護福祉士は国家試験です。うん、国家試験なので、国家試験受かって、合否が出るのが1月28の日曜日に試験して、3月の最後らへんぐらいに結果が出ます。うん、あ、長い。合格したらフィリピンに逃げる。あ、フィリピンに行く。フィリピン外国逃げる。なんで？ん？何？分からんけど。何しにフィリピンに行く？大金得たわけでもないてか、そもそもさ、介護福祉士受かったとて、うん、ただで合格証書がもらえるかって言ったらそうでもないのよ。うん、お金かかるからさ、また、うん、厄介なのよね。うん、で
まあこれが1月のまあ抱負、うん、それ以降は、うん、あとはねちょっと1月にこれもまた1月にかぶるんだけど、うん、バスケを再開しようかと。おー、いいですね。だからか。うん、クリスマスプレゼントバッシュがいいって言ってたな。うん、うん、そうだからか。そうなんで、うん、買ってあげたさ。うん、ありがとう、うん、そうバスケを再開しようと思いまして、前に参加していたリーグの主催者さんからここ何日か前に LINE が来まして、お、第32回のリーグ参加しますみたいなことが来てたので、あ、参加しますってつい答えちゃった、うん、あまりにも1年ぐらいやってないからさ、うん、うん、体動かそうと思って、うん、足首対応が始まるよ。大丈夫、サポーターすればなんとかなる、うん、キャスの方で、カープボーイさん来ております。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、ワンワンワン。ワンワン3回回って。ワンサッチーさん、昨日はありましたね。あ、会いましたね。そう。カープボーイさん、会ったんですよ。行くところ行ったね。行った。行ったっていうかね。ね。ですからね、カープボーイさんね。うん。行ったね。収録、ではまだ年を越してないんですけど、24日にね、うん、去年の24日ね、うん、24日に、12月24日、うん、24日にカープボーイさんとも会いましたよ。2日連続。あ、でも私すれ違いでした、もしかして。クリスマスフェスの時は、はい、私10時ぐらいにこっちに到着したので、はい、多分カープボーイさんが帰った後ぐらいに私来てるんですよ。ああ、じゃあちょっとすれ違いだったんですね。すれ違いだったんで。で、24日に会った。ね。うん。会ったね。だから結構、リスナーさんが、結構私、サッチーさんですよねって言って、で来るもんだから、私もびっくり仰天して。と思って、なんでわかるのと思ったら、あ、Facebook でつながってますとか。嬉しいですね。びっくり。最初の頃は、僕に来て、あ、隣にいるのはサッチーなんだ。今、逆になってますからね。この気持ちわかります。逆になってますね。僕も友達に行きつけのバーを紹介して、一緒にお酒飲もうって言って、お前ウイスキー好きだろうって。紹介したら、はい、友達がそのバーに通い詰めて、はい、僕もキャンさんの友達の何々さんって最初呼ばれてたのに、はい、何々さんの友達はキャンさんって言われる。逆になって、もう完全に逆になるんですよね。でも私結構ね、2023年は ROK さんに結構番組出てるんですよ。うん。おお。ROK さんの番組めっちゃ出てて、電話出演が結構あったんじゃない、多分、うん、ね、あったね。だからそれで声も知ってるし、ツイッター、まあ今は X だね、うん、X で見てますとか、 Facebook でつながってますとかでね、うん、もう私はびっくり仰天だけど。陸海空さんもいる、こんばんは。実、昨日直木屋さんの、企画で一番最後に知り合いが自転車に乗っていたからびっくりした。三振の先生紹介してもらった人。へえ。あ、なんか企画、縦企画があって、うんうん、なんだっけ、二人の自転車な、うん、なんだったっけ、なんとかサイクル、ん、何、ちょ、二人乗り、うん、二人乗りの自転車があって、はい、それを名護の市役所から ROK さんの本社にまで帰ってくるっていう縦企画があったんで、おお、それの、うん、
それのことを言ってるんですね、カープボーイさんは。なんか、うん、とりあえず昨日リックさん寝てる時に、うん、うん、なんか言ってた、うん、カープボーイさんがで、私そういえばあの喋りそびれてたんだけど、カープボーイさんがキャス来たから、バスケ再開するって言ったじゃん、うん、はい、バスケ再開して、でなおかつちょっとそれを機にあのウォーキングをそろそろ始めたいと。できるかなって感じでしょう。どこを見ているどこを見ているあ、歩くんだったら俺も付き合うよ。あ、じゃあ付き合ってね。うん、うん、でも夜俺東京の人ぐらい早いよ、歩くの。え、無理そんなに都会っ子ね。分からん。あ、分からんのかい、うん、分からんのかい。負けたことはね。ま、勝負するの勝負はしないでしょ。で、今、まあ、今の体重を、うん、体重か、もうあと2、3キロは落としたいかなと。うん。うん。だから、YouTube とかで、筋トレ動画、うん、ああいう系も、ちょっと、見てから真似できるのはやってみようかなあと。あの、うちのアパート2階なんだよ。知ってる。筋トレするのよ。2階やってるよ。ええー。そこな。うん。え、どんどんするのじゃないし。あ、じゃあ大丈夫か、うん。ヨガとかでもいいんじゃない？ん？ヨガとか。ヨガしてる。ヨガ。なんでよや。そういえば、あ、まあ、いいか。まあ、いいか。うん。私あのなんだっけ、あの来週のテーマを何がいいって聞いてたじゃん、うん、未だに決めてなかったっていう話だけどちょっとそこもね、あの私改善点かなと思ってるんです、うん、今2週続けて撮った時には次のテーマを決めそびれてギリギリになって決めるっていうのをちょっとやめていきたいなと。うん。うん。そうね。先手先手でね、行かないとね、ちょっと何もかもが進まないので。できるか、できるかなって顔してるね。大丈夫ですよ。あと3分ぐらい選ぶ時間ありますよ。うん、ここで決めるか。ここで決めたら。ここで決めるか。うん。レイクさんは一応あれがいいって言ってたよね。はい。うん？うん、福袋買ったかって。うん。うん、もう小正月でもあるのよ。うん、14日あの、うん、オンエア日が。だからどうしようかなと思ってね。もうストレートに聞いたら。何を？宝くじ当たった人。あれやし、あれやし、もう別番組やし。個人的には成人の日とかありかなと思うんですよね。ああ、成人の日、あ、でもあれか、収録日が8日なので、そう、8日なんです、収録日が。なので、まあそうだね。まあでも去年もなんかそんなことを私は聞いた記憶があるな。うんうん。まあ、いっかな。それでもね。成人の日だし。うん、俺成人式参加してないの。あれ？あ、なんか。やったかやらんかったかとか、写真あるかなかったとか。ああ、でもいいね。じゃあ、これでいきましょう。うん。では、来週のテーマは、成人式の思い出。はい。ということに急遽なりました。急遽なりました。急遽なりました。収録日が1月の8日になるので、ちょうど成人の日と一緒。うん。なんです。うん。うん。だから過ぎてはいますけど、まあ結局思い出なのでね。まあまあそうですね。過去を振り返るっていう意味では。それはいいかも。今年成人迎えた人も投稿できますもんね。あ、そっかそっか。今18歳成人。はい。そっか。
そうだよ。そうだよ。二だから十歳じゃないのよ。今の成人式はお酒飲めないんです。あ、いや、かわいいそうや。に。かわいそうに。で中も学で絡んでるけどな。今の成人式ってどんな感じの成人式なんだろうね。逆に、知りたいね。なんか知りでたいね。も、成人式みたいな感じで、二十歳の集いっていうのに今なってますよね。あー、なんかなってるね。だから成人は18歳で迎えるんだけど、二十歳の集いっていうのは、まあ、元の成人式みたいな形で続いていくっていう感じなんじゃないですかね。ああ、なるほど。私は成人式沖縄市だったからな。僕も沖縄市なんですけどね。僕は島根県出雲市にいた。なんでよ、俺は。なんでやな、僕本当はに。生徒会長どこのホストかってずっと言われてましたホね。スト？ どこで働いてるのって言われてました、同級生。ああ、そこ？格好で。ああ、まあ、スーツですからね、男性陣っ白て。スーツでしたからね。漫才日師？焼けもしてガングロでしたからね。漫わお。才師？ ということで、あと20秒です。い。では、今年もよろしくお願いします。ということで、お相手はサッチーと、ミユキさんのキャント。陸海空でした。では、また来週。ありがとうございバます。じゃねー。イバーイ。めんどくさいな、やるなら全部18からすればいいのにって、カープボーイさんが。全くその通り。その通り。今の政治家さんはあれ分ね、かんない。18歳ぐらいにしてから、さっきのシージャターが、やったや、国際ゴミ拾えとか、そんな、那覇はあれだよ言えね。るようにじゃないか。今、那覇はゴミ拾い結構浸透してるみたいですね。ね、やってみたいな。いいことだ。前、前でも私が高校3年の時に、ちょうど成人式の日かな、成人の日に看護学校の受験 B だったわけ。あれでめっちゃ国際通り練り歩いてたの、どこの中学校とか行って。では、すいません、ちょっと時間押してるので、今日はこの辺で止めたいと思いまはーい。す。では、良いお年良いおを。年を。